ずお祈りしたので、どうしようかな、とりあえずやっていこっか。暇だな、さっきもお祈りしておるよ。ゲーム音が大きい？まだ大きい？ちょっと待ってね。まあとりあえずちょっと進んでいこう。あれ？地図に表示されてる赤い線を入れる民家、あー、なるほどね、そういうことだったのか。あれちょっとクエストの男の子いたよね、どこだっけ。まあいいか、ちょっとすぐ教会に行っちゃったから、やっぱりまずこの紫は、あ、さっきの話しかけるべき人みたいな感じか。なるほどなるほど。ゲーム音だけ小さくしてくれる、ゲーム音をね小さくするのってできるのかな。そうなんだ、ちょっと待ってね。休みたいな間に一方で小さくの酒場の中にある物が入って光、ちょっと待ってね、ちょっとゲーム音だけ下げるみたいな、なんかちょっといじってみる。これでどうだろう。どうだろうか。とりあえずこれで決定してみよう。よし、宿屋。さあ宿屋に来ましたけども、扉を開けまくる。あ、外に出た、すごい。はい、あ、本をが読める冒険じゃなく、これモンスター編で書かれた本だろう。とゼタシアを旅する冒険者たちを、危険を顧みず世界を旅する君たちに耳寄りな情報を教えよう。おお、まあ夜は強いっていうのは、まあドラクエの世界で割と定説だよね。朝の糸、居心地のいい居酒屋だな、いいね。なんか大きいやっぱところ来るとテンション上がるよね。あ、ダンスですよ。バンダナを手に入れた。あ、バンダナさっき買っちゃったよ。結構バンダナ買わなくてよかったな最初。あ、干してらっしゃる。よし、 OK。 結構あれね、今上に登っちゃってるから後ろから、はいはいはい、あ、これ開けれるのかな。開け、あ、これのこれドアだったわ。よいしょ。あれ、これさっきのこれだよね。あ、さっきのところではないか。かぼちゃがある。かぼちゃは割っていくスタイル。これさ、結構マジでちょっと広いな普通に。ちょっと待ってね、ちょっと下げるよ。
はい。広い。なかなか難しい。あっちは外なのね。よいしょ。あ、クエストいた。おお。クエストを依頼されました。メルカダール城下町にいる女の子に屋根から落ちこの命令を助けたんですけど、うん、どうやらこの子が言うにはメアリーっていうのが道具屋の屋根の上に登ったまま。なるほど、いいでしょう。やってあげたいんだけど、まあでも道具屋すぐ近くか。どれぐらいあるの？らっしゃい。ちょ待って、ちょ待って。まず中に入り方がわかんない。あ、こっから行けそう。ちょ待ってね。私がメアリーを助けるわ。え、だからさっきここ行かなかった？あれ？あ、違うか、宿屋の上と違うのか、またここからのポンポンかな。え、このマジ何なのこの、完全に言霊じゃん。あ、つか小さなメダル手に入れちゃった。え、降りれなくなった子？ちょっとクエスト確認したいな。どうやってやんの？ちょっと待ってね。戦歴クエストリストあった。メアリーを助けて。さ、これ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 さ、でもさ、でもさ、屋根に登ったよね。ちょっとわかんないな、ちょっと放置しよう。わーいわーい。いやね、あのね、マジ広いっす、わかんないっす。私結構こういうのあんま結構得意な方なんだけど、ちょっとマジで。あ、ん？夜になったのね。なるほど。なるほどなるほど。ちょっと待って。夜になると入れないとことか出てきそう。うわー、これマジ広いな。なんか圧倒的に赤の数が減った気がする。あ、みんな門を閉じてる。およおよ、こうか。行こうか。いやもうマジどこを探索して探索してるのか分かんないな、マジで。ないぜ。つぼつぼ。案内という雑誌だ。中のコラムでは使い手の人が憧れるというからあるね。はあ、現在の仮想がある
画は、あとは掘り合ったが一人で分かって示すことで市街地としてどんどん大きくなったらしい。したらくれ者たちが富を求めて世界中から集まる危険で自分からさえもの国ができた。あー、なるほど。なるほど。ていうかね、まずね、てかね、今気づいたんだけど、ゲーム音聞こえないんだよね、私これ。ゲーム音どこで聞くんだ。私、ちょっと待ってね、ゲーム音なんだけど多分、これね。聞こえないな。ちょっと待ってね、いじってる。あれこれど、あれぞ、マジ迷子。これこの先は治安が悪い。てかね、ちょっと夜の移動やだな。ちょっと朝にしよっか。これは夜は夜にで多分クエストとかあったりだとかするんだと思うんですけど、まあでもちょっと夜入れるところを一応とか、あんま変わんないのかな。見たいつ女の人なのね。沼ちゃん本当に平和だよ。平和平和。良きかな良きかな。結構マジで広い。あ、クエストあったよ。テルカダール王国の二人のユーグレグ将軍と軍師を目指す人も見たくてはるばる観光に来たので、もう後ろには入れてもらえなくてね。いいけど。町の西側、左側。おお、しょうがないな。なかなかやってくるね。よいしょ。あ、防具屋とかやってくれるのね。川の帽子、旅人の服、川の鎧。結構お金持ってるな。でもなんか武器の方が。いや、銅の剣はちょっと普通に欲しいけど、お金が一気になくなる。ちょっとまあ要検討。よし、入れそうなとこ入ってこう。旅人3回人の家にズキズキ入ってくる。本当だよね。あ、てかかっこいいイケメンの男の子じゃないこれ。37ゴールド。エルカダールは広いだろう。本当に広い。さっきもなんかこのいた気がする。これってオープンワールド、オープンワールドなのかな。これね、
こういうのあんまりそういうセこういうのってオープンワールドっていうのかな。よいしょ。結構平気で2階とか作ってくるから結構大変マジで。はい。魔法の鍵とか最後の鍵とかあるのかね今回も。どうなんだろうか。ああそっかそっかそっか。よいしょ。踊ってる。おおいいねこういうの。夜ならではの感じじゃない。ちょっともう夜だから一回おねんねしよう。マミちゃんもう寝る。こっちか。こっちに行って。え？酒場だね。ダメだよ子供がこんな時間に酒場に行っちゃね。16歳だからお酒は飲めません。1000ゴールドも持ってません。さあ休もう。タラララタタタタタタタ。いいね。ちょっと待ってね。っていうかね、普通ね連携したからツイート言ってるはずなんだけど言ってないから一応私が普通に手打ちするわ。これ連携した意味ないじゃんね。何だったんだろう。連携したのに言ってない。URL とか私ちょっとわかんないからさ。あれなんだけど。ああ、でも変わんないね。昼と夜、入れる場所変わんないわ。見たけど。こっちの奥地とか行きたい。普通に。これとか割れない。てか広くて結構ほんと大変。こっちの方は入れないんだね。あ、おじいちゃん今じゃのう、平和じゃのう。お、おら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 、破壊神だぜ。よいしょ。はいはい。あの壺割れる壺、割れる壺発見した。割れる壺発見。なんかさ、この黄色は、ああ、なんか登れますよってことか。ああ、なるほど。どこ行こうかしら。路地裏ですもんね。路地裏にこそ何かがね、あるんですわ。あるんですわ、とか言って。あ、こんなところにはしごが。いいね。登ってこ。確かにお金より薬草の方がなんでってなるよね。あ、本当お金あんの？本当にあんの？大丈夫？ちょっと行ってみるわ。任せて。
サンタさん。おお。ほっほっほ。このおいしいってやばいね。これもなんか、あ、またいた。なにこれ。怖い怖い怖い。キヨさんだね。あ、いいね。ちょっと待って、もう一回見ていい？つまりなんかあるってことでしょ？この間に挟まれたメモを見つけた。あ、ベランダの宝物。はあ。うんうん。何時までやる予定とかある？いやね、特にないんですよね。あ、これね、普通に出てたわ。アキーヌブレスレット、これは守備力が上がる装備品だね。オッケー、いい感じに強化していってるよ。ゲットだぜ。これもうジャンプして出れないかな。出れた。オッケー、一緒に踊ろう。あとは城下町仮装、ちょっとそっちの方行ってみようかな。いやー、マジむずいな。結構ほんと大変。さあ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 、こことか行ってないよね。ね、あ、すごい。美術品まで売ってるよ。なんか、ドラクエの世界がより緻密になった感がすごいな。いや、マジすごいわ。いい天気じゃんの。じゃんの、じゃんの、じゃんのって。さっき言ったよね。うんうん、覚えてる。いやー、マジちょっと広すぎてちょっとびっくりする。ここでそれでね、子供たちの和気あいあいとしたこの会話もいいね。ほら、上がれるね。ポン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 。あ、オッケー。このつばなんか入ってるよ。風切りの羽を手に入れた。やったぜ、やったぜ。確かに高いところから降りても結構ダメージないね。すごいね。さあ、さあ、怖いな。行きたい。あ、まだ行けないんだね。ならず者とかいいね。おーおー、すごっ。マジすごい。何これ。でもなんかちょっとあらかた見れたような気もするぞ。でもね、あのね、道具屋のクエストが気になるんですが、なんかちょっとちょっとあれだわ。ちょっとね、まだちょっとよくわかんないから、とりあえず行く。クエスト類はちまちま、ね、あの動画外とかで私がやってればいいかなとか思うので、とりあえず進める。
かすぐやっぱお城系に入ると豪華なきらびやかな。タンスの質も違う。でも布の服、でも布なんかーい。おー、あタルコアシ、破壊神、破壊神していく。よっしょけい、あれ違う、ちょっと思わしいね。あらお客様かしら。違います、破壊神です。あ宝箱発見。あ100ゴールド、これはありがたい。これで銅の剣買って飲んだりしたいよね。恐怖の力を、あなんかこれも後々って何か起こるんだろうなと思うんですけど、よいしょ、こっちね、あとこっち側入ってないもんね。早く王様に会いたい。あ、豪邸なんだね、これね。あ、店長不在のため、はい、じゃあちょっと早速お城に向かいますか。行きますか。さてこれすげえよな、売ったら一生スペインくらいの金が手に入りそうだぜ。相当の足が出るかだる、かっこいいね。わしとか鳥系結構好きなんですよね、かっこいい。入れさせて、待て止まれ、ダビのものは一体何のようだ。カクカクシカジカ、ハッハッハって笑われてるんでしょ。だよね。さあとっとと帰れ、俺たちは忙しいんだ。まあそう言われるだろうと思ったよ。何その首飾り王に見せたいと思うすか。分かった待って、俺アイちゃんドラクエやド RPG は攻略本買ってやる派、攻略本派です。うん、めっちゃ攻略本派。先ほどは大変失礼いたしました、ここはお待ちですのでどうぞ入ってください。すごい手のひら返しだね。なんだよこいつらみたいな顔して。オートカメラバトルでは、なるほど、